白いご飯の上にまばゆいピンクの輝き、博多名物明太子です。海を越え、ニューヨークでも博多スパイシーキャビアとして知られるほどに。2期連続の増収を見込む大手の山屋コミュニケーションズは、今年3月福岡県内に新しい工場を稼働させました。明太子は色や形に応じて5つのランクに分かれます。どちらが最高級か分かりますか？素人目にはほとんど違いが分かりません。どこを見て選別しているのでしょうか？記者が体験してみると、まずは綺麗だと思うもの。チェックポイントは色、血筋、薄皮の破れなどです。これは綺麗だ。すると記者が今一つと思った品が、実は全体の 1% ほどしかない高級品とのこと。ここに穴があるじゃないですか、はい、これはいいんですか？この穴は自然由来のスケトウダラの卵にはですね、必ずあるもの。それぐらい選別が難しいというところです。経験を積んだスタッフが手で分けていましたが、人手不足に直面します。そこで導入したのが、こちらが最新の機械になります。長さ14メートルに及ぶベルトコンベヤー。関わるのは2人だけです。まずはたらこを投入。流れていくたらこがステンレスの箱の下を通るとき、中にある3台のカメラで撮影します。片面しか見えないので、ここでターン。たらこをひっくり返します。そして裏側も撮影。こうして撮ったたらこの全方向からの画像、 AI 人工知能が色や形、筋の状態などを判別。ランクに応じて次々とたらこを分けていきます。しかし自然のものであるたらこは色も形もバラバラで、判別は簡単ではありません。 AI の開発に挑んだのが日本 IBM でした。人間であったら、こう自然と経験を積めば習得できるスキルっていうのをどうやって AI に覚えさせるのかっていうところが、プロジェクト最大の難所。ピンクと赤の色の混ざり具合など、マニュアルになかった情報も AI が学習。工業製品の4000倍となる40万枚の写真を読み込ませ、5年をかけて導入にこぎつけました。入社した初めての人がコンベアにただたらこを乗せる、それだけの作業で、本当に3年とか5年ぐらい熟練をした選別の技術を使うことができるっていうところが一番大きいところかなと思います。 AI の精度はすでにベテランを超えるそう。3年後には1日の処理量を現在の10倍となる3トンに増やしたい考えです。山屋ではベトナムにも工場を持っていますが、人件費の高騰が課題になっています。 AI が人の代わりに選別の工程を担うことで、こうした課題への対策にもなると思います。